ついに本番ね。私たち二人で作り上げた最高のプレゼント、ステージから届けましょう。ええ、全力を尽くしますわ。いえ、そうではなくて。もちろんライブ前の緊張もありますが、ルビーがちゃんと会場に着いたかどうか心配で。サプライズプレゼントにするために私たちが出演することを伏せているせいで一緒に来られませんでしたから。ルビーは私が思っているよりずっとしっかりしていますが、やはりどうしても心配で。本当ですか？アリサさんが？私が呼んだのはダイヤとのステージ、アリサにも見てもらいたくて。そうだったのですか。では今日のライブはルビーとアリサさん二人へのプレゼントですわね。ええ、最高のプレゼントを届けましょう。はい、行ってまいります。今戻りました。全力を出し尽くしたわね。歌もダンスも今までで一番のクオリティだったわ。ありがとう。ええ、ルビーも喜んでくれたようです。アリサもね、すごく驚いてたけど楽しそうだったわ。あなたのおかげですわ。ルビーを喜ばせるだけでなく、エリさんとステージに立つことでスクールアイドルとしても経験を積めました。今日のことは私にとっても素晴らしいプレゼントでしたわ。本当にありがとうございます。私からもお礼を言わせてもらうわ。すごく楽しくて最高のライブだった。ありがとう。そうね、私も会いたいわ。ええ、世界一可愛い私たちの妹に。